ジャックジーの乱は1358年に100年戦争中のフランスで起こった大規模な農民反乱。反乱の名前は当時の貴族から農民に対する別称のジャックに由来するとされる。これは農民が短い道義ジョックを着ていたことから付けられたものだが当時の年代記作者によって当初指導者名がジャック・ボノムと誤って伝えられたことに由来するという 異説もある。当時のフランス王国では、国史病や貨幣の火薬、百年戦争のポアティエの戦いでの敗北により王権は失墜する一方で、農村においては、傭兵団による略奪が横行し、本来は農民を守るべき貴族が重税を課すなど、農民の負担は増していた。農民たちの不満が高まる中、1358年5月末に、 三流イコールデスラン村の村人たちが、衝動的に徒党を組んで領主の館を襲撃し、一族老党を殺害、破壊や略奪行為に及んだ。これをきっかけとして、ピカルリ、ノルマンディ、シャンパーニュなど、フランス北東部で後半に農民の放棄が広がり、反乱した農民たちはそれぞれに指導者を選んで、貴族、騎士、豪主を標的にして殺害し、邸宅、城を破壊。 略奪した。農民軍のスローガンは、旦那たちを倒せであり漁師は殺し、女は両軸、子供は串刺しにして、丸焼きにしたとも言われる。その農民軍を統率するようになったのは、ギヨーム・カルルであった。カルルは、パリで反乱を起こしたエティエンヌ・ヌマルセルとの共闘を、目指したが、数で勝る、農民軍に、正面から戦うのは、危ういと考えたナバラオシャルルから、 急戦交渉を持ちかけられ、貴族軍の陣に赴いたところを捕らえられ、拷問にかけられ処刑された。カルルは農民であったため、貴族に対する扱いは適用されなかった。素人の右ごの州でしかない農民軍は東黙を失ったことで混乱し、6月10日のメロの戦いで、騎兵隊によって蹂躙され、あっさりと敗北した。反乱軍の農民たちは皆殺しにされ、 反乱が起きた地域への貴族側の報復は徹底され、農村は荒廃した。その残虐さの記憶は、人々の心に刻まれ再発の恐怖は近世まで、フランスの農村にあった。近代になると再評価する者も,も現れた。すなわち領主による農民を保護する機能の低下が、反乱の定流として指摘できよう。すなわちこの乱は、農民の自己の共同体観光と、文化、 日常的生存を守ろうとする自衛の放棄であり、領主権力の衰退と農村共同体の自立の繁栄と見ることができる。平凡社大百科事典1998年版、西洋中世史、時典234ページ、東洋書林、1999年平凡社、大百科事典1998年版、ありがとうございます。